Welcome to Gundam Man. 野口です。さあ行きましょう。今回はザック3ですね。を採用しています。寝袋を採用しておりますおかげで足元が冷えません。素晴らしいですね。ないとね、本当にね、寒いんですよ。というわけでザック3、320が3機ですね、並んでおります。下のコストは悩んだんですけど、まあ、雑誌にしました。瞬間的に内臓でいろいろと撃てるという。ちょっと2年だね。私が前に行くことによって後ろが狙いやすくなるみたいな図になればいいかなと。君はもうあんな感じです。ついですね、投与して歩兵戦ですか。激しすぎない。出撃する機体を選ぶのに出撃する地点を決めるのに、こっちか行ってもいいな。で、この機体はなんてこと言えばいいのかな。ちょっと足の遅い強襲なんです。足の遅めなんですけど、割と射撃性のはいいですね。自分戦略兵器が設置された。機能範囲まで運搬する。戦略兵器、騎士道には反するが使うしかなかろう。指揮官から指示が届いている。いや、意外といいでしょ。意外と軽く出るんですよ、こいつ。なんか微妙な機体を使うの大好きでしたよ、僕戦略兵器を運搬する。一般的に微妙と言われる機体を使うの大好きなんです意外といい機体だと思うんだよな、こいつ。あと被弾面積とかあるよ。あと足細いです。機体性能があんま良くない。一旦起動するぞ。本拠点を防衛するんだ。自分本拠点 X が攻撃されているぞ。ありがとう。指揮官から指示が届いている。うわ、なんとか耐えたな。ヒヤ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 です。敵戦略兵器の破壊に成功したのに。協力に。敵の戦艦が見つかった。ケチラスとだ。びっくりですよね。あれ、ザク、ギャルで撃ってくるけど、ザク3がみたいな。ザク3回じゃないみたいな。ザク3、角みたいな。そんな機体が存在したのかみたいな。したんです。一体、何をいただいたんですか。回収を急ぎましょう。ミノフスキー粒子量減数がレーダーが回復したの。修理ついでに計測しましょう。見えないですね、何も。中央行こう。足回せろ。出るぞ。このバラに誓って敵を撃墜した。離脱する。見ていてくださいましたか、ハマン様。緊急起動だ。うん？レイモグラは撃たれるんですよ。あ、そこから届くんか。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いている。ちょっと部活でしたね、今。ザクスリー行きたいです。今、申し訳ありません。コストで見たらって感じですね。あ、見えねえから、もう本当に画面が画面が見えねえでござるぞ。出撃する地点を決めるのだ。
指揮官から指示が届いていた。まだ相手がね、ガンっていう前に出るわけにはいかないんだよ。どうすっかなって感じです。こっからここ壁にして全然出ないですからね。拠点のダッシュに成功。お撃破した。電力ゲージはまだ大丈夫なようだな。すまん。流れてるわ、流れか。協力願います。回収を急ぎましょう。悲しい、よく行くよな。安心して、さっさと終わらせるから。よく行くと思うよ、リプリミョウガ。どうやって行ってんのか、あれ。いや、あれをできるのはすごいですね。ザク、多分ザク 2TV とかだと思うんですけど、まあよく行くなって感じですよ。いや多分あれは専門家ですよ。私が脳筋専門家とするなると本当にと裏ルートですね。裏取引 してますみたいな。取引ってなんだみたいな。拠点の制圧が最優先。いきなり行ったふりにするのもあるね。しかも書く。いけたー。置いた、置けない、置いた、置けない、置けない。うわー、あれ悔しい。どんまい、あの悔しさわかるわ。落ちたの、多分こけたんでしょ。戦略兵、いずれ再び相まみえよう。もったいない。補給機が破壊された。もったいないわけでも。出撃する機体を選ぶ。ちなみに、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、指揮官から指示が届いている。私のショットガンが M になっております。今修理する。すげえチャージしてると。敵の戦艦が見つかった。敵の戦艦から指示が届いている。指揮官から指示が届いているぞ。ビームコーティングだけは結構あれなんですよね。意外と、なんかビームコーティングの経験率があったら、フラマーダブルゼータもだいぶ。あれ？もろってない。今はビームコーティングと、あの機体の速さですね。最高速度をブースト吹かしておくと、やったら速くなるっていう、その2点ですごくなんか、超、増えてますけどね。さあどうします。これちょっとやっぱ上ここら辺に危ないんで、まあ、中央もちょっと手薄な感があるんですけど、北が敵に来てるんで処理したいです。足回せろ。出るぞ。このバラに誓って。あ、違う、 N だよ。必ずや敵を知る。何言ってんすか。変わってないです。ありがとね。 M じゃないです。ノーマルです。
型っす。噂のゼータガンダムであったか。マーシュマーなんて火で焼いて食べちゃいますよ。自分戦略的に発射されたゼータ起動範囲は私を雑魚扱いしないでね。言ってるエミにしようと思ってたでしてなかった。出撃する地点を遅いなと思ってた。戦力ゲージはまだ大丈夫なようだな。後ろがガラ空きなんだよ。補給機を破壊したぞ。沈んでいただきました。補給機が破壊された。早期前線復帰へ尽力する。ありがとうございます。前状態だと前に誰かいたら中距離戦も割といける。まず誰でもそうっすわ。指揮官から指示が届いているぞ。敵のミノフスキー粒子サンプルに一時的にレーダーが無効化される。回収を優先させる。敵軍戦略兵器が発見された。直ちに潰せ。甘いんだよ。回収を急ぎましょう。な敵の戦略兵器の軌道が確認された。おのれ敵戦略兵器の破壊に成功した。次は成長してこい。スローパンまだ来そうだ。やっぱ来てる。ちょっと手伝ってくれないかな。レーダーグラマーダブルゼータ乾杯します。敵戦略兵器の破壊に成功。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復したぞ。あ、それとも、あいつそこにいるんだね、みたいな。超戻ってたな。レーダーぐらい問題がねえ。機体は再生可能。ありがとう。指揮官から指示が届いているぞ。敵軍戦力ゲージが残り 50% を切った。ちょっとでもかかってこい。戦略兵器の軌道を確認した。軌道範囲から回避するのだ。しかもこっち行って。素晴らしい。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。相手が結構もうなんかラインがめっちゃめちゃになってるんでチャンスですね。ジオン、おお素晴らしい。こうなるとこういう機動性持ち込めるとフラマダブゼータダイルの連邦は相当きついです。30% を切った。てか使い手が多いんで。よっしゃ超入った。めっちゃ入ったんですけど。出撃する地点を決めるのだ。しかも割ったし、相手のなんかもう完全に、出鼻をくじくというか、相手のやられたくない動きが見事にできたって感じですね。私自らがガルス・ジェイド。このバラに誓って必ずや敵を沈めてみせよう。
正々堂々と勝負だ。おお、荒削りだが見込みはある。いや、素晴らしいですね。我が軍の勝利だ。我々の力思い知ったか。いい感じでございました。 M にしようかな。いや、今の感じだとノーマルでも、あ、ガタシのショットがですね、いいかなっていう感じなんですけど、バッテリー入りましたね。結構3、4回ぐらい入りましたからね。まあ一番やっぱガタシががっつり入れたっていうのはでかいですけど、じゃあでかいですね。もう完全に先、いや相手の核も怖く暴くなかったですよ。あそこ止めつつこっちのペースに持ち込めたのがやっぱ大きかったのかなという感じです。あんなと振り回るとかは相当しんどいはずなんで、ラインがないから。報酬を与えよう。ジオンの勝ち筋というか、こんな感じですね。まともにやり合うとじわ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 やられていくんで、いや素晴らしいと思います。グッドゲームでした。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。